今日もまた気温が上がって暖かくなっているということなんですけれども、はい、主力のアウターってどうです？あんまり変えてこなかったんですけど、うんうん、いつもウルトラライトダウンを下に着てるのでさすがにそれは脱いできました。確かにそれだとちょっと暑くなっちゃいそうですよ。あ、でもやっぱり服装ってね徐々に変わってきますよね。中側からだんだん変えていこうと思って。なるほど。内側から変えてます。内から外へと内から外へと変わっていきそうだ。こうね、気温が上がると服装も変わって、あとはねこういったリポートも届いていたのでいつご紹介していこうと思います。群馬県前橋市からです。めっちゃ花粉飛んでるということで花粉交換リポートいただきました。えのちゃんは花粉症ではない？花粉症です。あ、何花粉？何なんでしょうね、あんまり覚えてないんですけど春と秋に必ず反応を示します。今も来てます？今も来てます。もうじゃあもしかすると杉とブタクサとかかもしれない。多分そんな感じですね。場所はどこから来ます？鼻から来たんですけど、うん、今は一旦鼻が落ち着いて目がすごい痒いです。痒い、うん、あ辛いですよね。さゆねさんはどうですか？ないですか？私もあの杉花粉。杉花粉ですか？辛いですよね。こうね、あの花粉効果見られるとこう、ね、とっても綺麗でいいなと思うけれどもちょっとゾバッとするしますね。いやでも綺麗ですよねこれ。実際見れたら綺麗で複雑な気持ちになりますよね。まあね、このようにあの気温が上がって花粉が、ね、飛びやすくなっているということなの で私たちのように花粉症の方はしっかり対策していただきたいですね。はい、またこの後はアフタヌーンどういったところを追っていきますか？はい、この後はですね気温が上がるかどうかっていうところが一つの注目ポイントでして、うん、東京で夏日を迎えるのか、こう最高気温25度に達するのかどうかですね、細かく確認していきたいと思います。また明日はですね天気崩れて雨が降るところ多くなりますので、そちらもですね一緒にお伝えしていけたらと思います。はい、ではこの後よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。